はい皆さんこんにちは。ひとつき万冊作家の本間隆です。今日もですね、この時間がやってまいりました。えー、私、本間隆と、えー、ジャーナリストの今井はじめさんと,ですと一緒にですね、大阪万博を精一杯応援するう番組、えー、その第65回ということで、 え万博をもうとにかく私たち愛情を込めて応援し続けて65回の65回目の収録です。えー、今日もですね、えー、まあ昨あの先週ですが大阪万博にまつわるさまざまなニュースがありましたので、えー、それをお伝えしていきたいと思います。今井さんどうもよろしくお願いします。ありがとうございました。いやあの先週とそれから昨日とあの東京と大阪と東京で。 僕やってる東大南北縦横斜めのオフ会をやったんですけどもあの両方とも50人限定でしたから50人50人来てくださったんですけど3加所の7割以上が一月つき万冊いつも見てますというそういう人多かったですね。 ありがとうございます。それで、大阪では松本八村さんと本間さんと僕とで万博の話を思いっきりやったんですが、深い話したんですけど、大阪でやったから、もうそれを配信するから、東京の人には、まあ会員限定で配信するわけだから、東京の人には万博の話はもういいと思って、あの、原発の話とか、あの、まあ総裁選で自民党の政治が話とかしたんだけどそしたらもう、万博の話が聞きたかったとかって言われて、<laughs> <laughs> それでね、いくつかちょっとあの、 訂正があるんですよ。はいはい、で僕ら、万博のことをいろいろ、まあ、全然引きでいいことはいい、悪いことは悪いって言って、いつも言ってるんですけども、うん、いいこと言った記憶はあんまりないけど、<laughs> 言ってるんですけども、あのー、うね、ちょっといくつか訂正があって、まずね、あの、えー、脈々ゴーフルを本間さんが日本中学生新聞の、そうですね田中,中大二君からった、はい。<で>こちらですね。は,はい。 中開けたらゴーフルが2袋しか入ってないのに、どうせ2000円ぐらい取ってぼったくりしてんねやろって言って、口汚くののてしまいました。<laughs> これがね、これぐらいのふく、まあ、袋に入って、これがね、何枚入ってんだ二枚 ?2 枚か3枚ぐらい入ってて、これが2袋入ってるんですよ。<laughs> 2000円ぐらい取ってんやろ、どうって。<laughs> さんも、まあ最低でも1000円はこれ越してますよねって言って、あ、超えてなかったの この話をした3日後に川中大二君から取材を受けることがあって、<laughs> あの、聞いてあったごめんなさ <laughs> い、あれ800円だ <laughs> ああ、なんだ。800円。ありません。あの、もう業者の方申し訳ありません。800円で、まあ、あの、非常にあの、まあ、常識的な価格で販売されているにもかかわらず、2000円で っいやもうなんかもうあの OL リング344億があるからどうせもうなんかごたくってるやろうってもうつい思っちゃうごめんなさいすいません謝ります。<laughs> そ,そうやっってて大大んにに本当ののここととを書い<ー>もらったただけけどもその大臣君のところで取材受けた時に あそこはちょっとあの、医療品と関わりのある仕事を家でされてましてね。ふんふんでそのね、そこにあの、今ほモさんが着てるようなポロシャツがいっぱいずらーっと釣ってあったんですよ。<ー>でそのうちの一枚が気に入って、僕、実はこれ今着てるやつなんです。ほほほほこれ、大地君とこのお店というか家でですね、あの、釣ってあるのを、<ー> 僕が見つけて、これが欲しいって言ったら、値札がついてあって、えー、8000円の値札がついてあっんで、これ本間さんやったら、あ、もういつもお世話になってますから、もうこれお釣り結構ですって1万円渡すのが本間さんの美学。<laughs> 僕はですね、8000円の値札がついてるのに、4000円でいいですよね <laughs> って言って、置いて、い勝手に来て帰りました。<laughs> すごなかわいそうに大地が、<お>いや、今井さん、定額通り買ってくださいって言えずに、僕はもう勢いで、もう、8000円のネブさ4000円いいないって言って、<laughs> めちゃくちゃ、4000円でもう、盗むように来てくれまし来てます。さすが大阪人ですね。<laughs> 関西人のノリで、ノリすげえな。むちゃくちゃやな。それ <laughs> でもう一つね、ちょっとあの、皆さんに、これあの、内部情報と言ってもいいんだけど、万博のね。 まあ、いつもチケットがいくらいくらっていう話をしてます。で、うんえー、あのー、まあ、あのー、JR 東日本では1000円。で、ついに大ガスグループでは、えー、1000円道路がただで4枚配ってるという話をね、うんうん、しました。ただそうしたら、まあ、視聴者の中から、今井さん、それは別におかしなことではなくて、あのー、大手企業では会社員に対して、例えば、あのー、なんか歌舞伎のチケットを、あのー、1万円の5000円でね、 お、まあ、販売しますよとか。阪神巨人戦、実際は1万円の席を5千円でお譲りしますとか、よくあることですから。うん,うん,うん。こんな、そんなことで万博なちってでもうしょうがないじゃないですか。あのね、いくら世間知らずの俺でもそんなこと知ってます。<laughs> <laughs> 知ってます。僕が言いたかったのは、もう、ただで配るというね、本来7千円のチケットただで配るって、いくらさ、 あの、厚生労働、あのここ、厚生、厚生のためと言って、社員厚生のためだって言っても、ただっていうのはね、かなりその、低く見てるなということを言ってるだけなんですね。うん、で、その証拠にですね、えっ、ー、と、僕と本間さんが喋った時の、まあ、松、ま、本、あ、はじむさんと3人で喋った時に来てた、えー、お客さんの一人がですね、えっ、ー、と、 えと企業の名前は出さないでくださいって言われたんですけども、うん、もう本当にすいません出さないでくださいって言われたんですけどもう出しちゃいます <laughs> すみませんうこれまでずっと僕はもう大沢ガスとか,なんかサントリーとかもういろいろ東日本でもう出してますからここで出さなかったおかしい出しちゃいます <laughs> えっと私が勤めているあ、まあ、のパナソニックでは、えー、7000円の万博チケットを 4000円で社員に販売をしてくれてしし最初、最初、いや、最初だから、うわ、いい会社やなと、7000円もするチケット4000円で、 売ってくれるんや、もう3年もディスカウントしてくれて、これで万博行きやすくなるわ。え、いい会社やなと思ってたけども、一月 <laughs> つきマウントつきてたら、<laughs> いや日本が1500円やとか、あそこが1000円やとか、サントリーホールディングが1000円やとか、それで、ついにお探しはただやとかって言って、<laughs> 自分のところ企業が、せこいとやっぱりパナはケチなんだね。4000 <laughs> 円もとんなやと、もうなんか、<laughs> いいい会社だと思ったけどやいややっぱりね<の>さすが松下幸之助の会社 <laughs> ケ,チな,ケチなところは本当にケチなんだねそう言わないでよ <laughs>、まあ、だから<今>まあ、まあ、まあそんなこと言ってましたまあだって<ー>多分一回4000円で4000円で、まあ、社員に買えって言っちゃったらあれですよね 来年になってから、やっぱりただでええわって言わないでしょやっぱり。ありえるよ。あ,ありえる ?4000 で言ったけども、四千で言ったけど、誰も買わないよ、そんな。<laughs> あ、そうか。だから誰も買わなきゃいいんですよ。社員、社員が。うん。カウ、うん、4000と発表して、すでに4000で買えた方もありますが、うん、えっと、すいません、えー。パノソニックなんとか記念で1500切りさせてもらいますとか、<laughs> ついに、いや、もうタダで結構ですになる可能性はあるよ。 まあ、そ,ううそんな万博で、なんかね、すごいねいい、今回もものすごいいろんなあの情報が入ってきて、もう皆さんもよくご存知の情報、それをちょっと本間さんがいくつか紹介してくれますそうですね、先週の万博で一番やっぱり受けた、受けたというか、話題になったニュースっていうのは、やっぱ多分これだと思うんですけど、はい。 えー、万博の開幕日4月13日ですね開幕日にアドさんの、えーっとまあ、アドさんっていうのはあのー、歌手ですよねシンガーソングライターっていうか、まあ、あのもうすごい人気の人でこの人が、えー、4月18日の開幕日に、まあ、コンサートを行いますと万博の会場でエクスポアリーナという、えー、万博の会場ですね。それで えこ,のまあこのビジュアルですよねえこのビジュアルでこれ何かというとニューヨーク・タイムズにこの要するにあのビジュアルで広告を出したということでなんでニューヨーク・タイムズなのってちょっと僕あのよく分かんないんだけどまあ国内は別に新聞広告は出してないけどニューヨーク・タイムズにこれを出したと。 ま彼女はまだ21歳だけどもアメリカに進出してるんです、ね、そうですね、だからまあすごいアメリカでも有名なんで、もちろん有名なんで、これはですね、まあ、ものすごい、まあ、もう本当あ,らあらゆるなんていうかなメディアで先週、話題になってあの、掲載されて話題になり、SNS、その SN S まあ、要するにその X の上ではですね、もうどうやって だから大崎さんが言ってた話ですよね。うん、そうですね。アーティストによったら、もう、発売と同時に、あの、完売というアーティストも出すよって大崎さん言ってた。うん、もう、ア、ま、ー、あ、さんなんか、それでしょうね。そうですね。で,ねで、結局、だから、これは、4月の13日に、まず行かないといけない。うん、4月の13日の、えっ、ー、と、要するに、入場チケット。 買わわななないいいとまずいけないわけなんですねでおそらくですけどこれ多分、あのー、4月13日に行けば、えー、このアドさんのお金は普通だったらコンサート料金別じゃないですかだけど多分今のところまだあの細かい話は発表になってないんだけれどもおそらくは、えー、とコンサート料金取らないんじゃないかなっていうですね。あら 普通じゃあ,あのこの日のチケット持ってる人は殺到するよねそうなんですよあ要するにパビリオンとは別にちょっとあの西側のところにあるあのハ、うん、スタジオみたいなとこでやると思うんですそうですね、うん、で<の>これはだからまずであの要するにこの4月13日ってやっぱり開催初日なんでたおそらくですけどすごい混むと思うんですねであのー えっと、チケットは日付をきちんと予定して、えー、っと買わなければならないのでもしかすると今もし買ってない人たちが後で買おうとしてももう4月13日自分は売り切れ、うん、あの要するになんで日付をして,し,てしてるかというと万博協会の方で、えー、っとその入場者の数をコントロールしてるんですよね。 つまりあんまり激込みになるとあのパビリオンとかも見てもらえないということで、えー、コントロールしようとしているとだから、はい、あのこれおそらくですけど4月13日は多分もうあの申し込み殺到しているんじゃないかなというふうにもともと彼女があの出演するということを知らない状態で、うん、まあ アンパクファンとかあのこういうイベント大好きの人たちは初日に行きたがりますから、ねはい、もうそれ知らずに買ってる人いっぱいいるでしょう、ね、そうですねもちろんなので結構これは狭きもんなのかもしれないというのはこの定員は最大で1万6000人というところで、まあ、はっきり言ってそんなに多くはないということですよね。はいまあ、あと,うんと、まあね、打ち上げ花火だから やっぱりその話題作りのためにもう初日にでかいのを持ってきたんでしょうけれどもまあこれで人が殺到した時にちゃんとさばけるのかっていうねまあそういうところの心配もちょっとあるかなっていう気はしていただこれやっぱりでもさ彼女の歌は全世代の人は聞いたことあると思うんですね 本当にコアのファンってやっぱり十代二十代三十代ぐらいまでですよ。そうですよね。五十代六十代で知らない人いっぱいいると思います。うですよね。だからバンバァロー許可としてはやっぱり若い人、若い人に来てほしい。うんうん。まあそれはもう。来てほしいと、ね。それはそうですよね。間違いない。こういうことなんでしょうね。うーん。若いではダメやから若い人に来てほしい。そうですよね。だって僕だってこの人はそのアドさんって名前と その一番最初のにヒ大ヒットしたの「うっせえわ」っていう曲ぐらいしか僕知らないからあのー、ちょっと年齢的にはまあ僕なんかはっきり言ってねもうあのー、ターゲットでも何でもないんであれですけどまあでもやっぱりなんでしたっけえー、っとこの人のサイトの登録者は600万人ぐらいいるっていうからまあすごい人気ですよね。万冊の,の10倍 うんいやまあ、ちょっとまああれですか何ていうかもうそ,そんなひとつき万冊がうんぬんと入るレベルはもうはるかに超えてまあちょっと競争的なねただだからあれですよね、まあ、この人の歌ってなんかこううっせえわにだもうそうだけど、まあ、とにかく大人の干渉であるとか要するにその権力、まあ、権力とは言わないけれども まあいろんなそのがんじがらめに今ある世の中であるいろんなねこの制約であるとかっていうのから飲まれたいっていう歌詞じゃないですか。だか大体ほとんどなんですね。ね。だからこの一とつきまさ視聴されてる方もひとつ月まさ僕と本間さんの会聞いてくださってる方の平均年齢で多分六60ぐらいと思いうんです、うん、50から60ぐらい。でそんな初めて聞いたっていう人がいるかもしれないけどね。うんうん、でアド、ね あの、検索したら、あの、彼女の楽曲。も,もちろんするでね。いくらでも動画のところを検索したから、うん、ちょっと CM が流れますけど、いくらでも聴けるから、うん、聞かれたらね、中島みゆきとは全然違うということがわかります。う間、うん、<laughs> 違いない、ね。あのね、ある意味僕らの世代で、中島みゆきって僕らにもちょっと年上なんですけども、うん、彼女は、1 9百やっぱり、えっ、ー、と、70年代の中盤から後半に出てきたときは、まあ、ある意味、 あのー、そのアーティストの世界では革命的やったんですよ。うん、あの、うん、あの、その時代にしたってそうだし、うん、あの、それから、えー、と永遠の、永遠の嘘をついてくれもそうだし、ああいうその、あのー、楽曲を作るっていう人がなかなかいなかったから、うん、う極めて斬新やったんですけども、今はもう本当クラシックみたいになってるんですよね。まあそうですねで。それが、アドさんはやっぱり、 今の中島みゆきです。うん、あれから、あれから50年を経った、当時の僕らが見てた中島みゆき、今の若い子たちが、あの、当時若かった我々が中島みゆきを見る彼女について、もうその感動するというか、すごいなと思ったのが、今若い子たちはやっぱアドさんなんでしょうね。うん、だから、あの、楽曲のテンポも大体まあ似てるんだけども、もうすごいハイテンポ。うんうん、歌詞 私もそんな、もう僕らの時代とは全然違いますよね。ただ、今、本間さんが言われたみたいに、あのね、あの、政治権力に対するその、アンチということじゃなくってね、今の社会の常識みたいなことに対するアンチなんですよね、大体、うん、例えば、ちょっと具体的に言いますね、この、うっせーなの歌詞のずっと後半にね、こんな歌詞があるんですよ。クソだリーなだるいなって意味ですよ。ク、うん、<laughs> ソだリーな ていから酒が空いたグラスがあればすぐに注ぎなさい。うん、みんながつまみやすいように節を外しなさい。背景や注文は先陣を切れと不文律最低限のマナーです、ね。で、こういう歌詞なんです。うんうん、これを岡井たらダサいけども、ものすごい。ハイテンポな。ものすごい。あの、よくなる感じで歌い歌いこなすんですよね。見事に。 だから、それ、くすリりなから始まって、こういうね、政治権力に対する批判じゃなくて、酒が空いたグラスがあればすぐに次なさいって言うて、ね、そんなんどうでもええやろ。串があったらもう、先輩とか上司がそれ食いにくいからもう、お前が部下であるお前が、あるいは後輩であるお前が串抜いとけというね、そんなことはどうでもいいとなるんやというような、まあそういう、 まあ、共感、若者たちに共感を呼ぶんでしょうね、こういう歌詞がね。まあ、そういうのことに対して、うっせーわって言ってるわけですよね。そうそうそう。うん、でうっせーうっせうっせわって言ってるんですよ。うん、でね、でもね、そうだとしたら、関西万博のこの2年間の動きって、本当にうっせーわよ。<laughs> だから、アドさんのファンの中には、SNS 上ではね、 あの、ポストとか、そんなんではね。いや、もう、がっかりしたと。うん、あの歌詞を書いてるアドさんが、半ん,、うん。の初日に出る何反白にナビとや。何が半白楽しみや。うん、あの、何を言うとんねん、言うみたいな、そういう投稿も、少数ではあるけどありました。そうですね。うん。当然そう思うのは当たり前ですよね。あんだけの歌詞を書いてて、 万博協会がやってきたこと、藤本総司がやってきたこと、大阪府、大阪市がやってきたこと、行ってきたこと、それをちょっとでも本当に、自分が能動的に情報を掴んでるんだったら、ニュースを掴んでるんだったら、事実を掴んでるんだったら、だったら、それこそ万博うっせえわって、超だるいわって言って、ゆかしが彼女の口から出てきてもおかしくないのに、そうやなくって初日で、まあ、 万博に協力させてもらいいますということですよねそする人が出てきてもおかしくないよね。まあそうですよね。そういうやっぱりいろんなこのじ閉塞時代の閉塞感に対して抗うんだというその歌詞を書いてる人が、えー、まあその閉塞感を生んでいる体制側の、えー、祭事に、うん 軽々と出てしまうっていうのって、それってどうなの？っていうね。でまあ、こういう話をするとですね。若い若い連中の中にはね。あの音楽に政治を持ち込むなとかね。そういうことを言う人って、やっぱりまあ、今はいっぱいいるんですよね。あのロックにしかも。 ロックとかに対してもロックに政治を持ち込むなとかって,っていやお前待てよとロックってそもそも政治あの政治体制に対するね反発から生まれた音楽なんじゃないのっていうブルースもそうやんか、ね、差別とか選別とか差別に対してもう黒人がねもう心の底からもうアンチやブルースじゃないですかもともと何を言ってんの例えば 皆さん、この間ずっとアメリカの大統領選挙でいつも話題になるテラス人の動きって話題になるじゃないですか。トランプがテラス人の,その <laughs> 楽曲をね、活用して。インチキ画像を、インチキ画像と知りながらね、テラス人が私はトランプ支持ですっていうのを、インチキやとフェイクやって知りながらそれを <laughs> まあリツイートしたりしてね、リポストしたりして、もう、でそのテラス人が今回はハリスを支持するす。そうですね。だから、 なんかね、僕ね、日本人って今、本間さんが言ったみたいに日本のアーティストってそこすごく弱いと思うんですよ。うん、僕はね、あの、時々あの、えー、関西電力の原発の、あの、コマーシャルに、まあ、あの、著名なタレントや俳優が出たとして、うん、そのタレントのこと僕実名上げて不愉快やって言ってますよね。うん、でただね、それは CM に出てて、 それは不愉快なんですけども、例えばあるタレントが私は原発推進ですと言ったり、うん、私は自況が大好きですと言ってもね、僕は別にそれを言ったらいけないとは言いません。うん、言ったらいいんですよ。あるアーティストが私は立憲が好きです。私は共産党を支持してます。私は令和ですと言ったらいいし、あの、アーティストは、あるいは俳優は一切政治的なこと言うな、新生徒のことなんか言うなって言うのはおかしい。自由です、それは。うん 僕ーフのおっちゃん、やっぱりあの、おばさんが言っていいのと同じようなアーティストだって言ったらいいんですよ。言いたかったらね。何も強制する必要はないけど。で、それで言ったら僕はやっぱりすごく、がっかりする人が多いんですよ。うん、その一番典型が、えー、っと、北海道の、えー、松山千春なんです。うんうん。で、 僕らと同世代の人は皆さん分かりや思いますけど、松山千春ってオールナイトニッポンでね、ずっと昨日、まああの、まあどういうか喋り手やったわけですよ。AM ラジオでね。僕らのじゃって AM ラジオ全盛ですからね。うん、まあ今でも鈴メちゃんとかサラマちゃんヤングダウン出てますけども、あの、まあ一のまあオールナイトニッポンも未だについてますよね。で、松山千春がね、やっぱり反体制的なことをずっとオールナイトニッポンで言ってたんですよ。うんうんうん 私は知ってますけど、松山千原さんのお父さんっていうのは社会統計の政治家でね。うあいろんな運動もされてたんですよね。その影響もきっと若い時は受けてたと思うんですね。それがね、なんとね、1997年に、名護に、 ヘリ基地を作ると。うん、普天間のヘリ基地を名古屋に出さして、今でもキャンプシュワブっていう基地があるのに名古屋には、そこに新たに辺野古を埋め立てて基地を作るって。今でもこの問題続いてますよ。皆さん知ってますよね。いま、うんうん、だに27年経ってもいまだに続いてるんですけどね。1997年に持ち上がって、97年の12月に住民投票が起きたんですよね。で、賛成案も反対案もものすごく、あの、うん ものすごいあの総力を上げてやって結局、ゲスローをかけたら辺野古に基地は作らせないっていう名護市民投票では買収やらいろいろあったんだけど結局でも反対多数になったんですよ。うん、その時に知らずじゃあの彼が出てきてですね千春が出てきてわざわざ沖縄にやってきて当時沖縄北方領土担当の大臣やった鈴木。 胸をああ。胸をね。はいはい。胸をと一緒にやってきて、賛成派の集会でね、うん、皆さん、どこかが基地を、アメリカの基地を受け持たないといけないんだから、みんなが断ったらしょうがないんじゃないですか。やっぱりここは名古屋の皆さん、じゃあうちが引き受けましょうって手を挙げてください。ただし手を挙げたら、それなりの美味しいことはや、ちゃんと国はやりますからって言ってる、ね。そ <laughs> んなことをね、鈴木胸をとね、松山千春がね、 そう言って、それ言った後にね、メグスって歌い始めるんですよ。なるほどね。もうがっかり。うん、だから、なんて言ったからいいかな、もう僕はね、アドさんに対してそこまで勇気はないけどね、まあ今の若い子は別に何とも思わないんでしょうね、万福ダウさんが開幕日に。 協会大阪府市に協力しててこういういのをやっそうですね。な、うん、んとも思ないんだと思う。うん、もうその時代がそうなっちゃった、うんだけども正直に言ってこれから彼女がどんな歌を作ってこうやってうっせえうっせえって言って今の常識とか今の何かしき慣例とかをなじってもだったら万博協会がやってきたことをなじれよって、うん、中抜きなわけがわからんことね。 少ししは勉強してくるよとおじさんは言いたくなる <laughs> そうそう、ね。あのねこういう歌を作るやったら当時の中島由紀子さんって吉田拓郎にしたってねそれから岡林信康にしたって山本幸太郎にしたってね当たり前に普通に勉強してましたよ。うん、あがいかにあ裏金が、まあ、今で言ったら裏金の問題や統一教会のことに無関心なアーティストなんか当時いませんでしたよ。 それは桑田景介だって同じだと思うよ。で、うん、そっところが今はですね、そういうことに関心を持ったり、そういうことに触れるアーティストはダサいということになってるね。でも皆さんそれは違うよ、うん、若い人に言っとくけども。それをダサいなんて言ってるのは日本ぐらいやよ。うん、それを、そういうことに関心を持たずに、そういうことを触れないことが、欧米ではダサいんですよ。触れない。特にフランスなんか、イタリアなんかは、 そういういいいことに触れないアーティストや俳優はダサいんですよ、うん、だからもう国際的な常識っていうのはやっぱり分かってほしいと思うそうなんですよねまあそこはちょっと残念な気がするまあとはいえそのまあこの後いろいろねまたいろんなそのうんとまあアーティストっていうのかタレントっていうのが、まあ、山,の山のように出るでしょうからね。 まあそういう人たちまあそういうそのまたギャラがどうなのかどうなあのいくらぐらいなのかとか <laughs> そういうのはまたこの先,この先になってまたいろいろ情報は出てくるんでしょうけれどまあちょっとその一発目にねなんかこの ちょっとこうそうああいう歌を歌う人が「いや私自身もとっても楽しみです」って言っちゃうってうのはどうなんだろうなってやっぱりこう我々ぐらいの人間マが言うん、ね <laughs> まあちょっとアドさんまあねそういうことでまあそれとただ1万6000人しか入れないので。 えー、ちょっとこのあとこの仕切りが結構ぐちゃぐちゃになるんじゃないかっていう電通がいないから大変よ仕切りうんまあ、ま、今は今今は多分もう戻ってると思うんですけど戻ってますか電通戻ってるうん、うん、あのもうあれあのほら謹慎は,は解けたのでそうそう出来が取れたからおそらくはと思いますがまあその辺はお手並み拝見っていう感じで。 まあそんなところでですねあのアドさんの話はそういう感じで,で、あともう一つ、先週結構、なんだろう、いろいろ報道されてたのは、これですかねまあ万博記念の1万円金貨発行で、額面は1万円なんですけど、今、金がですねまあもうかなり高騰していると、今、1グラム、1万3000円ぐらいまで上がってるんですよね。 なので額面1万円の金貨がですね倍価要するに売られる値段としては26万8千円だという,もうとんでもない金額になっているというですねまあ,あのこれオリンピックとかやっぱりこの大きなイベントの時には記念硬貨としてあの発行されるので結構ねこれあの買う人多いんですよね。 それでさ、これ、あの、これはさすがにぼったくってないのよね。十今、あの、今、ホモセんが言ったら1万3千円でしょ ?1 グラムね。そうですね。これ16グラムぐらいあるから、皆さん、単純に電卓でかけたらね、あの、これを田中貴金属に持ち込んだら、20万円で買い取ってくれるんですよ。<laughs> そうですね。<laughs> うん。実生価格、今の金の実生価格で言ったら、えこれを、 26万8000円で買った人は、どうしても急にお金がいるようになったら、田中貴金属に持ち込んだら、えっと、1万円金貨となってますけども、1万円、一万円で買い物はできます。ちゃんと財務省が発行してますからね、うん。でも、でも、お金に困ったら田中貴金属に行ったら、一応20万円で買い取っておけばす。そうですね。まあ、あの、うん、いわゆるグラム単価として計算すると、単純計算すれば、 まあもちろんこれ、加工しちゃってるんでね、あの田中貴金属様がですねどういうふうに判断するかは、ちょっと聞いてみないと分かりませんけど、一応、えー、まあでも、実税価格に近い金額にはなるはずですよね、よねだからもう、この1万円、まあね、1万円金貨をね、で買い物する人絶対いないと思うけれども。あのあ 私1万円で,いいですお釣り9000円使ったからお釣り1000円でいいですなんていう,ゆうか敢マダムがいたらおもろいニュース <laughs> まあちょっともし,いやもしかしたら足当たりにいらっしゃるのかもしれないけれども普通の人はそういうことしないと思うんでし、ね、心配ないけどあのー、まあこれね26万とかすさまじい金額にもなっちゃってるよねっていうねだからまあちょっと話題に、ね、なりましたよね<や>これもね。 結局なんかね、もう、言っちゃ悪いけど、さっきのアドさんはやっぱり話題作り、これも話題作りなんですよね。でも、もともとは、命の輝きとか、命を育むとか、命のなんとかっていうのがメインテーマやったんですか、<laughs> 命のか <laughs> もうど。そんなのもうどっか消し、消し飛んでますからね。らね <laughs> なんかもうあの、クオリティで勝負しようという気がなくなったのかな。 で、で、ヘルスケアパビリオンで、なんか、いろいろ、こう、案内役の人を募集したら、え定員の10倍申し込みがあったと。すごい日記ですっていう、お手盛り記事がもう、関西の各社はもう、各テレビ局、各新聞社、そんな記事ばっかり流してね、皆さん、東京では流れてないと思うけども、もうね、もう、批判記事とお手盛り記事が交互に出てくるんですよ。そうですね。やっぱりお手盛り担当がいるんですよね。お手盛り担当が。 まあ一応、そのメディアとしては万博を盛り上げなければならないというですね、まあ、そういうそのも盛り上げなきゃならないというのは、盛り上げればまた広告費が入るっていうね、もちろんあれですよ、使命感なんかないよ、お金お金の話なんでね。まあ、そので、命輝くとか、どのこのがもう。 ユニコーンとかで「命輝く」とか「どうのこうの」ってもう「どうのこう」の呼ばないで <laughs> <laughs> だって全然ヒッねなんかあのいくら言っても全然人の心にヒットしないじゃないですかそんなことやったっなんか最初はなんかなんかもうこういうあのシグネチャーパビリオンで7人も8人もいてプロデューサーがいてここでは「命のなんとか命のなんとか命の何とか」って言って。 ものすごい命にかかることを全面におしゃしてやりましたけどこの半年間全く聞かないそれ <laughs> まああれですよねああいうパビリオンもけ結構な要するに建設費になってるからあ<ー>やっぱりなんかねそこに僕は及び腰を感じるんですよ。 なんかこうそういう子でまた、ね、楽しそうにね、ば、あのーっとこう、いや、僕のパビリオンはこれ、建設費を100億超えちゃったけど、こういう内容でって言うと、すぐ叩かれるっていうね、まあ、ちょっとそういう彼ら、ちょっとそういうね、やっぱりだから、要するに先週も言いましたけど、PR の仕方をもうあの、初動が間違っちゃってる、やり方がもう、下手こいちゃってるんで。 後からもうリカバリーができてないっていう感じはしますよね。で、それに関連してですね、こういうニュースがありました、はい、こういう。まあさっき、その「命輝くうんぬん」が全然ヒットしてねっていう話で、これ17日に掲載されたんですけどね、はい、まあ女性が輝くとかも言ってるじゃないですか。あの一応言ってるんですよ、目標として。初めて聞いた。そ<う>ごめん。で、ジェンダー平等とかももちろん掲げてるんだけれども、 そしたらその大阪万博の教会幹部は19人全員が男性だったというですね。まあそういう実は事実があって。小倉とか石毛とか吉村とか横山とかみんな男なんですよね。うん。で えっと、6月25日、まあ、ちょっと前ですけど、万博協会が各国の担当者らを集めて開いた国際参加者会議、IPM で、アフリカの女性が突然立ち上がり、女性にも前に立つ機会をもっと与えるべきではないかと、女性活躍の重要性を説いたとで、その背景には、まあ、その登壇者の男女比が極端に偏っていたと。 であるセッションでは壇上に並んだ日本の担当者9人全員が男性で3か国の関係者はショッキングだったと振り返るっていうねだからもうそんなんばっかりやも,んもうおっさん <laughs> 誰やったなんかあのえっ、ー、とこの前えっ、ー、とほら、えー、とト,ラト,トラウデンさんやったからああはいはいはいあのああ万博協会や また、パパ協会の一回役員やって辞めた人。はいはいはい。えっとごめんなさい、名前間違え。なんかね、よくいたら名前の人がいた。とトリンドルさんと間違うんだけど、違うね。<laughs> トラウデンさんね。トラウデンさん。あの、えっ、ー、と、環境問題なんかやってる若い人ですよね。彼女なんかが、えー、えほら、自民党の、あの、ほら、あの今回のザ・マッチかなんかの、ほら、全然、うん、し掛けた、あの、総裁選挙のあのポスト。あのポスターですかはいはい。あれもみんな男でね。 ええー、言ってたやんか、男の何とかって,言って、うん。ああ、<う>えっとね、なんだっけあれ。男の詰め合わせか。ああ、そう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 。おっさんの詰め合わせだか、ね。おっさんの詰め合わせだ。まあ、もう全く同じなわけですよ、万博協会もね。ねうん、うん、そうよね、おっさんの詰め合わせだよね。うん。で、そう言いながら、そのジェンダーの平等とかね、女性が輝くとかって、いくら言ったら。そう、ね、そう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 。 でまあ、そこはどうなんですかって言われちゃっていて、まあ、でも、だからつって別に今更交代させる気はありまへんっていう、まあ、当然、そりゃそうでしょうけども、まあ、やっぱり、あれですよねあのじゃあ他の国はどうなのかっていうとこの記事の最後の方で。 まあ英国やカナダ、インドネシア、ブラジルは女性の政府代表がパビリオンを率いているんだと、オーストラリアのパビリオンの、えー、とこう外務貿易省のチームはなんと17人中13人が女性ですと。えー、<す>全然、日本と違うやんか。もうだからもうね、全然ね、やっぱりこう、多分ね、会議場とか行っても。 あのー、おそらく全世界的には女性の方がもうはるかに多くなっちゃってる、なのに日本はもうおっさんばっかりで、でそれはなんでそうなるかっていうと、結局各省庁からその上の人間を、はいあのー、もうとにかくこの出向、出向、出向でかき集めて、もう能力関係ないからだから、俺ね、<laughs> そういうことも含めてアドさんがそういうことに。 うっせぇわいはって言うてなじってほしいのよ、うん、そうですね本当はそうやんかもうまさにこれなんかねおっさん詰め合目せって言ってね、うん、左を見ても右を見てもおっさんばっかりって言ってそうやってだからちょっと違うなという、ね、まあ現実はこういう現実が今あってやっぱり海外から批判されているわけでね まあそれはそうですよ、ね、アートさんが言うんだったらこれ,これこそまさにふざけんなっていう話でうまあそういうことはやっぱりちょっと、えーまあまあ、マイナス面として話題になっていると形だけ口だけ女性が価格とかジェンダーとか口ばっかりこ <laughs> こをなじってよああまあいつもまあ,あ、まあ、ね我々もいつものことだというふうに言って。 言っちゃうちょっとあれだけども、まあ、それとですね、あのはい、もう何回かお伝えはしてるんですけど、先週も実はこういうことがあって、えー、万博子ども無料招待に対して、その教職員の有志グループがですね、 大阪市えっ、ー、とごめんなさい大阪府か、大阪府庁ですね、うん、大阪府庁に対,府に対して、えっ、ー、とその事前の下見や問い合わせや窓口の設置などを要望する請願書っていうのを出しましたとっていうまニュースが十八、えー、日に報道されているですね。でこれは、あのえっ、ー、とすでに大阪教職員組合は、このお子供無料招待っていうのは中止せよと。 いうまあ、そういういい声明を出しているんですね。でこれはまあ何でかっていうと、えー、結局その、えー、何回かここでも紹介しましたけど、あのー、教職員が、まあ、結局教職員が連れていくと学校の遠足扱いにして教職員に連れて来いと言っているのに、はい、えその事前の下見とかが、えー、大阪万博が開催 始まらない限りは下見はできないと言われていると下見ができないままで子どもなんか連れていけないというね今そこで堂々巡りをやっていてでその万博協会からはそのなんかその万博の,その、えっと、パビリオンの予想図であるとか 今今こうなってますっていう映像が届けられてこれでなんとかせえって言われてるんだけど <laughs> もうそんな, <laughs> そ,んなそんなんでできるわけないだろうっていうねでまあそこで、えー、もう一つこういうですね動きがあったということで、はい、まあその決してまあこのお任せこれおまかせホームルーム研究会っていうのかな HR とホームルームのことかな だと思うんですけど、まあ、そこの,その先生たちは、まあ、あの万博の,この見学自体はねあの別にまあ否定はしていないわけですけどただまあ結局その想定外のことも起こると思うので教職員に丸投げではなくい、えー、と一緒に意見を聞いて改善してほしいと言っているとでもこれ全然まっとうですよね。 でまだ時間があるんだから万博協会が本気であの本気を出してねやろうと思うんだったら俺は当然やるべきだと思うけどまあやんないのかなってあの、まあ、どうせあそこ雑だからななんて僕らはいいけど <laughs> 先生たちはねこれはもう大変ですよね<変>で、はい、あのこれ実は清水さんのところにですね、まあ、ある方から まあ垂れ込みというか情報というかですね。こういうこのまあ文書は、えー、先日、えー、このえっ、ー、と小学校かなあ小学生なのかなこれまあルビー振ってますからね。ルビー振ってあるよ。うん、小学生またはその小学生の親の、はい。 えと結局これ、緊急連絡網かなんかで、ね、LINE かなんか、ほら、もうみんな持ってるんだけど、そこにね、ぼかはんとこれが送られてきたと、うん、でその大阪市民の子どもたちにチケット ID、つまりチケットのいくらでも買えるというのを、ね、これがね、うんこ、これがあの、まあえー、チラシなんですけど、夏休み期間中ですね、はい、これ、期間が決まってます。はい 7月19日から8月 31, 8月31日にかけて、えー、関西万博、大阪・関西万博に何度でも入場できる夏パスをプレゼントします。プレゼントプレゼント、プレゼント。ただで何回も入れますよ、そう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 。どうしても数稼ぎたいな <laughs> <laughs>、まあ。そういうことなんでしょうね、これはね。で 要するに、この、まあ、情報をくれた、ええー、方はですね、まあ、こういうものがもう、なんか、いきなり何の説明もなく、これ、つまり、学校を飛び越えて、いきなり保護者のところに飛んできてるんですよ、これ。学校をつい,ついに、ついにもう、学校関係なく保護者のところへ。<laughs> ど、これは、えど、ごめん、どうやってその保護者の緊急連絡網を、 大事な情報やん、個人情報やんか。そうですね。LINE にしたってね。うん。l したって。まあだから大阪市、または大阪府がそのデータを持っていてで、そこにボカンと放り込んできたっていうね。もう学校通してないっていうんですよ、これ。じゃあ、保護者の中にはもう、やったーと思ってる人いっぱいいるんじゃないうん、まず、あ、大阪府、大阪府かの保護者そうですよ。 ある京都とか兵庫はダメなんですかダメです。これ大阪市内に住んでいる子供たちだけっていうことなんです。大阪府はダメなの枚方市とか、片野市とか。えっと、これは、よいしょ。ここに書いてあるのは、大阪市民って書いてあります。市民だけ。へー。うん。大阪市の子供らだけ。だけ。は、もう何回でもアホほどいけるわけ。そうです。 いや子供親にしたら、もう夏に家にいてたら子供鬱陶しいから、もうあんた毎日、僕、息たたいたから、そういうこと <laughs> なんですが、うん、結構やっぱり親としてはね、はい、やっぱり親が一緒に、まあ、これ結構ほら、行くのも大変じゃないですか。そっと遠いしね,ね。ね、いろいろ、の例の、のやっぱり交通機関も、ね、2>, <laughs> 2つ、にルートしかないし、混、まあ、むであろうし。 ななか,なか大変でまあこうやってメールが送られてきたって、ね、低学年は一人じゃいけないし。あ無理無理小学生もう高学年でも無理ちょっと気はすぐらいにならない,とい,いですよね,すよねだからそれに対してえっとこれ子供はただだけど。 えー、例えば、親と一緒に行く場合は、親はチケット買わないといけないんですよ。ということは、<laughs> その親が大阪ガスの人とか JR 東日本の人やったらいいけども。<laughs> うん。そうじゃなかったら、毎回7000円かかるか、ね。うん、そ,うそうそうそう。そういうこと。<laughs> 大変やけかそ、そに5回行ったら3万5000円やんか。<laughs> そうですよ。だから結構ね、これ、あのー、まあ、結局これを、 この情報を寄せていただいた方からはもう学校も通さないでこんなものがボカンと来ててねでしかもその親はえっと有料なわけですからあ,のあまりに雑じゃないかとやってることがとまあいつもの話ですけど雑すぎるとでしかもやっぱりその親としてはまあ結局子供はあ行くとしてももうものすごく暑い いろんなその、まあ、メタンガスとか、あ,のあっちの話はまあとりあえず置いといたとしても、やっぱりちょっと行くのも大変だというのが、そういうところに対する配慮はもう全くないと、でそれはおかしいんじゃないのっていう、まあ、そういういお話だったんですよねついでに言えばあの、東京では流れてないと思うけど、大阪では昨日今日ニュースが流れて。うん えっとー、例の片野市の山本啓司、ね。ああ、はい、はい,はい、はい、あのー、不可の小学生、中学生、こうなんか招待するとかって言ってね。招待するって言ったって、入場料はただやけども、うん、交通費は、c 持ちやないか、学校持ちやないか。うん、ああ。るいは、車社持ちやないかと。それおかしいやないかと。そんな招待って言えへんやろって言って、ってたやんか。うね、うん、その、 バスのチャーターにね、バス1台に12、3万から5、6万かかると。まし<ー>バスで今、需要と供給の関係で言ったらバス少なくなって、あの、確保しにくいから、やっぱり、いつも言ったら12万ぐらいできたってやつが、15万払ってくださいみたいなことになってるわけです。うん、で山本警視庁、反維新の山本警視庁はそのことについてずっと言ってたやんか。うん、どうたんや言うんったら、ちゃんと交通費もちゃんと出せよって、うん、それが正体って言って、なんと。 えー、大阪府市はですね、その声に答えて。うん、出すと。バス代、バス代は全額出すということになりました。だけど、大阪府市が出すということは、また俺らの税金やね、結局。<laughs> あのね。まあそうですね。別にこれね、あの、まッバッ協会の役員が給料を削って出すって言ってるじゃない <laughs> 結局彼は全くその給料が減らないし、ボーナスも減らなくて、俺らが、 に俺らかららかかる税金からどんどん言ってて、これ前も浜さん言ってたけども、もうなんか予備費で賄うから大丈夫ですよ、これ以下の追加の税金等にはありませんよって言うけど、これでたまたお金また。これからさ、<laughs> 残りあの半年ほどですけども、半年ちょっとやけども、ますますいろんなことで金かかってくると思う。まはかかりますよね、絶対かかる。 <あ>まあ、この前のさ、あのメタンガス対策、その他で60億以上、60億から90億言われてるやん。うん、はい。で、今度またこれバスのチャーター代で、いくもね、次から次かかるもん、これ。まあやっぱり最初の立て付けが悪いから、うん、あのー、想定外です、想定外ですって言って、どん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 積み上がっていくっていう。 最初にこういうふうにするからこれだけのお金がかかりますってちゃんときっちりやっておけばあのだから最初っから子どもたちをみんな招待しようと思っているからこれだけの予算をくれってやっときゃいいのにやんないからこういうことになるわけですよ結局いや本当に後になっていろんな思いつきでやってるよね、うん、まああと批判されるでしょ<う>批判されてだけどその批判内容は当たり前だろっていうね えこんな立て付けで話出したら絶対に批判されるでしょっていうのは、ね、子供駐車場で降ろしてさ1キロ歩けってそれ無理やよそんなも,ん <laughs> もうちょっとねやっぱりなやっぱりそういうところが、まあ、先週お話しましたけどちょっと電通がいなかったのが、えーまあ、ここにもボディブロのように効いてくるっていうね、まあ、別に電通がい あのー、電通のことをいいよく言うつもりは全くないけれどもやっぱりこう、あのー、細部まで見渡せる経験者たちがいないと、まあ、こういうことが起きるんだなっていう、まあ、いい見本ですいませんなんか今日ちょっと時間がもう超過しちゃっているんですけど<の>、はい、そういうことだけなんかこの前東京に行ったら東京の,その参加者がね「<の>今井さんあの 関西万博盛り上がってるんですかってマジな顔で聞くの<う>盛り上がってるわけな <laughs> 俺と本番祭がこんだけやってもまだ分からん言っんない人がいてるな盛り上がってますかって盛り上がってないから、うん、あの視聴者の皆さんあの北海道の方でも大阪の方でも、えー、沖縄の方でもいいんですが自分の家族あるいは友達で チケット買った人がいるって人はぜひコメント欄に書いてください。あそうですね。ちょっと楽しみいるかどうか知りたい。うん。ふざると俺の、俺の近所と俺の友達、俺の親戚には一切誰もませう僕の周りにも言いませんけどね。<laughs> はい。ちょっと楽しみにしてるんで、そういう方いらっしゃったらぜひ書き込んでください。はい、はい。じゃあ、今週はまあこう、あの時間来ちゃったんで、こんな感じで、今井さんどうもありがとうございました。 明日は皆さん、明日の放送では皆さんあんまり関心のない立憲の代表戦やります。<laughs> あのね、立憲については皆さん関心ないの分かってます。うん、でも、僕が話す立憲の話、かなり強烈な話をしますから、あの、立憲に関心がなくても明日は聞いてください。<laughs> はい。あの、皆さんぜひ、えー、明日の放送も聞いてください。それではどうもありがとうございました。今井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週また、あ66回目、えー 万博の応援したいと思いますので皆さん、えー、よろしくお願いいたします。それでは